かった、最後の最後に佐藤があってよかったですわ。もうそろそろね着くんですけれども、今まで一番遠いあのキャンプ地なんで、ここから70キロぐらい離れとんかな。雨も降ってきとうしな、もうでも予約してもどうしな。これがねやっぱりあの梅雨時のキャンプなんですよね。この時期逃してもたら、あとはもう虫との戦いになってまうから、真夏はもうちょっとキャンプはね、いかんせん虫大嫌いなんで、ここはね、あの、道の駅で受付して、その、あの、横にあの、キャンプ地があるんで、こちらで受付をするみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。受付を終わらして、支払いをしまして、今からキャンプ場の方に向かいたいと思います。支払い でも一人500円なんで、まあ、格安って言ったら格安なんで、どんな感じのキャンプ場なんかちょっと初めてなんでわからないんですけども、でフリーなんで空いてるところでやってくれっていうことで、ここやねもう道の駅の橋を川を越えてこうですね、ここがキャンプ場なんですよ。でこちらがトイレですね。うわーこっちな、これどこでしょっかな、思うな。どこでもいいんですけどもね、これトイレが近い方がええと思うので、もうこの辺でええかな、これちょっと向こうちょっと回ってみたいと思います。違うわやな、この辺かな。よし、決めた、ここにしよう。このターボをですねちょっと頼んないんで、ここに一本棒を入れて固定して頑丈にしたんですけれども、もうこれも100均のねストッパーで止めてるだけなんで、いつ飛ぶかわからないんでちょっと不安なんですけれども、まあこのやり方が一番ね早いんですよね、簡単やし。ちょっとね今からね暇なんで、その辺ブラーってしていきたいと思います。でにですね、こちらに神社があるんですけれども、ちょっと参りたいと思いますので、ごっついなこれ。夏場の肝試しなんかもう持ってこいですね、ここ。青玉神社なんですけれども、うわ、なんか水きれいで。水きれいなこれ。魚おれへんな、これだけきれいのに。龍神水なんですけれども、コロナウイルスあれな、やっぱり影響しとんねんな。うわ、見てくださいこれ。うわ、なんかすごい、すごいでこれ。すげえな。うわ、狛犬も綺麗な。これを入れてと。よっ。これが道の駅で、こっちが青玉神社ですね。それで、向こうがキャンプ場と。なびくな。それではですね、ちょっとトイレの方をちょっと見学させていただきます。わ、水洗やし。トイレットペーパーやし。うわ、すごいな。めちゃ綺麗や。ただいま10時半なんですけれども、なんかめちゃめちゃ雨降ってきましたね。